はい。今回もビッグモーターについてやっていきましょうか。横領するならビッグモーター。 え、これまでにですね、ビッグモーターの驚くような社員として、客の車のパーツを盗む社員、それからですね、客の車ごと盗む社員がいた、みたいなですね、そんな驚くべき社員の方々、紹介しました。え、今回はですね、またこの斜め上を行く、すごいビッグモーターの社員がいるということが判明しました。なんとですね、お客さんの車の車検に対する見積もりの中に、必要のないパーツを勝手に入れ込んでですね、そのパーツを転売しているという ですね、<laughs> そんなビッグウォーターの社員がいることが、えー、今回告発されていますので紹介していきたいと思います。違法でもどんなことをしてもいいからですね、とにかく売上を上げればいいんだっていう、そういう考えの人たちなので、えー、それをですね、会社の売上にしないで自分の売り上げ、自分のお小遣いにしてしまうことぐらいですね、確かにやりそうですよね。<laughs> <laughs> うん最近の給料ちょっと少ないなーつってですね、お小遣い稼ぎに客の見積もりにパーツ入れとくかーつってですね、やるでしょうね。は <laughs> い、えー。それではですね、早速、えー、こちら今回の記事を紹介します。ちょっと関連する部分だけ紹介しますので、ちょっとこちらのタイトルですね。 今回の内容とはちょっと異なるタイトルになってますと、現役の店長の方とかですね、従業員の方、元従業員の方が今回告発をされていますというところですね。では行きますね。えー、利益追求による歪みなのでしょうか。別の元従業員によると、福岡県内の店舗では、整備士による車検での不正が起きていたと言います。ビッグモーター元従業員が語ります。車検とかで見積もりをとって、 この部品買いますよと実際は交換せずにお客様に車検終わりましたとまさかお客さんも疑って車検から帰ってきたその場でちゃんと契約通りの部品が全部変えられているかなんてチェックする方はまずいない絶対わからないんですよっていうのでですね、えー、確かにですね、どれがどのパーツに交換されたのかなんてですねわからないですから本当にこの見積もりに入ってる全部のパーツが交換されているかなんてですねまあ確認もしなければわからないですよね、まあ本 本当ですね、恐ろしいことを言いますね <laughs>。確認されない、えー、バレないところはですね、もう勝手にやっていいんだっていうですね、もう見えないところはしれってやっとけみたいなですね、えー、そんな精神の方々なんですよね、えー。元従業員によると、その整備士は車検の見積もりに交換の必要がない部品を計上。あれなんで交換に必要ない部品を計上してるんでしょうか、えー、整備士は発注した新品の部品が店舗に届いているにもかかわらず、部品を交換せずに客に 車を返却していたということです。その狙いとは何が起きてるんでしょうか？小一くん、えー、ビッグモーター元従業員部品所に発注さえすれば、その部品が新品のまま余りますよね。他に転売することも可能なので、整備士がお小遣い稼ぎにポケットに入れるのは聞いたことがあります。<laughs> <laughs> 出たー得意の横領出たー。今回も横領してしまいますと。 客の金で買った新品部品を転売していたという整備士。 ビッグモーター側は不正に気づき、この整備士を解雇したと言います。っていうのでですね。さすがにこの人が解雇するんですね。<laughs> もっと解雇しないといけない人たくさんいると思うんですけどね。もう、この人はなんでこの人だけ、えー、解雇されたんですかね。ロイヤルファミリーとか、解雇されてもいいような気がするんですけどね。うんたくさんの不正を生み出した、高一、ロイヤルファミリーですよね。高一をはじめとしたロイヤルファミリー。ロイヤルサトシとロイヤル商事ですよね。なんでロイヤルファミリーは解雇にならないのに、 この人だけ解雇になるんだっていうですね。基準がおかしいビッグモーターですよね。で、さすがにその人は即日解雇ということでクビになりました。刑事告発とかはされたんですかという質問に対してですね。警察とかは来ていなかった。おそらくそこまで大ごとにしたくはなかったんじゃないかなと思います。背景としてはやっぱり会社のパワハラ体質があると思う。現場のスタッフからしたら会社に対する愛はない。 こんな会社潰れてしまえばいい。<laughs> じゃあやめればいいのに。どう思われようがどうなろうが知ったことじゃない。お客さんに対してもそういった対応になりますので、自分がお金をいくらもらえるのかしか関心がない。いや、こんなところでなんか整備とか車検してもらうのちょっと怖いですよね。 えー、それでやっぱり会社からの給料だけじゃなくて、プラスアルファで転売に至るのも許されることではないけど、そういう心理状態になるのはあり得るかなと思いますっていうのでですね。 もう警察に報告しないあたりですね。他にですね、警察に調べられると、もう自分たちにとっても会社にとっても都合の悪いことがあるからっていうふうにですね、ちょっと思ってしまうんですけどね。もうこんな横領事件が起きたら、警察にも被害届を出して、他にも解雇した社員にですね、余罪がないかとかですね、しっかり調査とかするじゃないですか。えー、お客さんにはですね、その報告もきちんとしてですね、偏見とかするじゃないですか。 これ、してなさそうですよね <laughs>。ビッグモーターしてなさそうですよね。だって、売上下がりますもんね。あ、もしかしてですね、警察に報告したら、返金しないといけないから、報告しなかったんでしょうかね。うーん。いや、おかしな対応が続くビッグモーターですね。それからですね、横領が大好きなビッグモーター社員の方々ですね。もうほんといろんな方法で横領してますよね。で、同じ記事の中にですね、もう一つ面白い話がありました。このメルカリですね、以前紹介したことがあるこのメルカリに あるですねビッグモーターの公式アカウントここで売られている商品扱いとしてはですねなんかグレーな商品 <laughs> <laughs> 扱いとしてなんかグレーな商品が売られてるっぽいですね。これ、やっぱり例えば今回記事の中で証言した人がですね。おっしゃっていたのは、お客さんから車を買い取った時に使わない対応とかもですね。無償で一緒に引き取ったりもするそうで、そういったグレーな商品をですね、えー、このメルカリで転売していたようですと。とまあ、転売するならですね。それ、利益になる売上になるまあ、高く売れるっていうことを分かってるわけなので、まあ、お客さんにですね。そのい,いくらかですね。お客さんにも費用を払えばいいのに。 それをででですすね、ね、ね。しっっってて思売ちゃうんでしょうん、ね、ょ多分普通だったらこれ業者とかに売るはずなんですけどもやっぱりなんかタダでもらってるっていうのでですねなんか業者には売れない業者に売るとなんか履歴が残るとかですねなんかまずいことがあるんじゃないかなーっていうふうにちょっと、うん、疑ってしまいますよねあとはですねこのメルカリですね相変わらずですねこれ商品説明と写真と違うぞ返金しろみたいなですねそんなクレームのコメントもですねなかなかあってこれ面白いんですけど ビッグモーターにしてはですね、なんか全体的な評価高いですね <laughs>。いつものビッグモーターじゃないですね。うん、おかしいですね。横領大好き、不正大好き、えー、グレーなことも大好き、そんなビッグモーターというところですね。 他にもですね、横領とか転売ということに関してですね、こんな面白いこともあるようです。売り物になる予定の車を会社の契約者を用いて買い取り、お客さんからは会社が契約したことに見せかけて、営業が自ら車を買い取った後に、お客さん名義のまま他社に横流しするってことですね、っていうのでですね。<laughs> これ分かりますかねお客さんの車をですね、会社が買い取るじゃないですか。そうではなくって、間、間にですね、この、えー、ビッグモーターの社員が入って、そのマージンを抜き取るっていうことをですね、やってるっぽいですね。ははは。 いやー、やりそうだな、これは。<laughs> 上司とかに見られてないところとか、上司の監視が甘いところとかですね。いやー、これ、やりそうですね。いや本ほんとなんかいろんな、いろんな横領とか、いろんな不正を思いつきますよね、この人たち。えー、その他ですね、ネット上の声も見ていきたいと思います。まずはですね、こちらのコメントです。街の整備工場に出す前にも、車外、車内、エンジン周りは、 写真を撮っておく方がいいと思うっていうのでですね。まあそうですね。この見積もりに関係あるところじゃなくって、他のところもですね、もう全部きちんとですね、怪しいところは写真撮っとかないといけないですよね。この人たちどこのパーツ盗んで、どこのパーツをですね、なんか変なパーツにこう交換するかわかんないですからね。で、一つ一つですね、見積もりに対して、えー、この見積もりはどの商品ですよ、どの部品ですよっていうのもですね、きちんと本当に交換されてるか。これビッグモーターに限らずですけども、いや、チェックしないとですね、 ちょっともう信用できない時代になってきましたよね、えー、こちらですね、えー、いいねしておきたいと思います、えー、続いてはですねこちらのコメントですビッグモーターの闇転売えぐいタイヤが破損した車 A のタイヤを近い車種の車 B につける車 B タイヤ修理を装う客 B には請求明細で目立たないように項目をそれっぽく修正ちょっと穴が開いてたなど 保険会社にタイヤ全損と連絡 A と B、保険会社からタイヤ交換費用をもらう、タイヤ〇〇4個ゲットというのでですね、まあ、本来はですね、このタイヤ、車 A のですね、タイヤしか破損していないんですけども、その破損したタイヤを使ってですね、他の車にですね、えー、そのタイヤをつけてですね、もう一回保険金を請求するというですね、えー、そんな闇もあるっぽいですね。<laughs> いや、ほんと、ひどい奴らですね。ほんといろんな不正を思いつきますよね。えー、こちらですね。いいねしておきたいと思います。はーい。 えー、皆さんですね、今回またビッグモーターの社員による新たな横領事件が明らかになりましたけども、えー、ビッグモーターはですね、なぜこの横領事件について警察に相談ですとか報告をしなかったんでしょうかこれですね、他に、えー、調べられるとまずいことがあるんじゃないかっていうようにですね、思う方、いやいや、えー、ビッグモーターは社員思いの会社だから横領した社員を守るためだよえー、そういう風うに思う方、いろんな意見があると思いますけども、えー、こちらですね、アンケートを取ってみたい と思いますので、えー、皆さんのご意見についてもですね、えー、こちらお聞かせいただけると嬉しいです。 で、先ほどのアンケートはですね、こちらのツイッターのアカウントでアンケートを実施しております。動画の概要欄にツイッターのアカウント載せておきますので、動画をご覧になった後ですね、ツイッターに飛んでいただいてアンケートに回答いただけると嬉しいです。で、アンケートの回答終わりましたら、ツイッターのフォローの方もお願いします。えー、それからですね、今後もこういった興味深いニュースがあればですね、どんどんお話ししていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もお願いします。 はい。今回の動画はここまでになります。それではまた。次の動画で。